ロジャーラビットのカートゥーンスピンは世界のディズニーパークにあるアトラクション。ロジャーラビットのカートゥーンスピンは映画ロジャーラビットをモチーフにしたライド型アトラクション。イエローキャブ型のライドに乗り同作の世界を巡る。ライドにあるハンドルを使って自分たちでライドを回すことができる。アトラクション名のカートゥーンはカートゥーンではなくカートゥーンの車楽。 ロジャーラビットの妻、ジェシカ・ラビットが、悪党いたちたちによって誘拐された。そこで、ジェシカを助けに行った、ロジャーラビットの後を追って、イエローキャブのレニーに乗り、トゥーンタウンの裏通りや路地を、巡る。ところが出発した途端、あの悪党いたちたちに遭遇する。イタチたちはトゥーンと化す猛毒な液体、ディップを道路に流したため、イエローキャブのタイヤが溶かされ、ハンドルが効かなくなってしまう。 やがてイエローキャブは、レストランの壁を突き破ったり、ビルの屋上に突っ込んだりとはちゃめちゃなドライブをする。最終的に、悪党いたちたちに追われ、逃げ場を失ってしまうが、ロジャーがインスタント穴を壁に貼り付け、見事脱出をする。当初ディズニーランドでは、メインストリート USA の背後にロジャーラビットをメインキャラクターとした新たなテーマランド、ハリウッドランドの建設を計画し、 ロジャーラビットのカートゥーンスピンは、そのメインアトラクションとして設計されていた。また、ディズニーハリウッドスタジオ及び東京ディズニーランドでも、ロジャーラビットをメインキャラクターとして、アトラクションの導入が計画されていた。しかし、その後ユーロディズニーランドの経営状態悪化などにより、ディズニー社が大規模投資を見送ったため、新ランドの建設は、白紙撤回された。ただ、 ロジャーラビットのカートゥーンスピンのみはトゥーンタウンのアトラクションとしてオープンすることとなった。また、東京でもトゥーンタウンの導入と同時にそのアトラクションの一つとしてオープンすることとなった。他のパークでは現在に至るまで導入されていない。世界のディズニーパークの中で最初に設置されたもの。当初は新テーマランド、ハリウッドランドのメインアトラクションとなる予定であったが、 ハリウッドランド計画そのものが中止されたため、このアトラクションのみ、トゥーンタウンに組み込まれる形で存続した。ユーロディズニーランド及びディズニーハリウッドスタジオでの採用が中止となったが、東京ではトゥーンタウンのオープンと共に採用された。ライドの定員はアナハイム版より少なく1台2名であり、アナハイム版と異なり、ファストパスには対応しない。 その他の内容はアナハイム版とほぼ同一。7歳未満の子供が登場するには保護者との同情が必要。列が長い時のみ、ジョリー・トロリーの車庫であるトロリーバーンを待ち列として使用された登場キャラクター。ありがとうございます。